ホーフビーバーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区の古田郡に属す町村である。この町は、東ヘッセンに位置している。町内の16地区と共に、ヘッセンレーン自然公園に属している。ホーフビーバーは、北は、ニュストタール、北東は、ガイザ、東は、タン、南東は、ヒルダース、南は、ポッペンハウゼン、南西はディッペルツ。 西はベータースベルク、北西はヒューンフェルトと境を接している。各地区はそれぞれ独自の地区委員会を有している。カッコ内は2018年6月30日現在の人口である。この地域の旧石器時代の入植についてはわずかな証拠しか残されていない。ニーダービーバーから約1 2トル離れた。 グローセンバッハ近郊の丘陵で明らかに人が削った石英や渓岩が数多く出土しており、その年代は約100万年前とされている。これにより、旧石器時代、または中石器時代初期に人々は狩猟、最終生活を送っており、定住をしていなかったことがわかる。シャッカウ地区の近くで発掘された茶黒色の角岩製の刀やクライン雑線及び、 オーバーベルンハルツ周辺からのその他の出土品は、明らかにヨーロッパの中石器時代に属すもので、現在の豊富ビーバーの頂域が古くから仮場として利用されていたことを示している。紀元前6000年頃からの狩猟から農濃厚への移行が起こり、これに伴う定住を特徴とする新石器時代以降、いくつかの出土品が現れる。 ダンツビーゼン地区近郊とデルゼンホーフ近くで出土した日本の小野、おの、9ミルゼーブルク駅の近くで発見された研磨された、刃先を持つ長名がそれにあたる。紀元前1600年から紀元前1250年頃の青銅器時代中期については、この町の森で土と石で作られた墓の周辺構造物が見られる、いわゆる小筒ぼぼ時代あるいは青銅器時代後期については、 甲府ビーバーでは、ミルゼブルクの麓から、槍の穂先が出土しただけである。一部が復元された、鉄器時代のミルゼブルク環状壁この時代については、数多くの小さな出土品の他にミルゼブルクの環状土類が知られている。この施設は、おそらく紀元前一世紀頃までに作られた。最も古い集落である乱源ビーバーの孤名、ビベラ派を手がかりにすると、アレマン人が、 ビーバー川や最終的にはこの地域の名前を決めたことがわかる。AHA はアレマン人が川を示すために用いる語尾である。この地域はアレマン人以前に同じゲルマン系のヘルムン・ドゥーレン族が住んでいた可能性がある。これはローマの著述家タキトゥスがアナラン・リブ・サーティンに書き記している。500年頃。 アレマン人はクロビス一世率いるフランク人によって放築され、この地域はフランク人の土地となった。ホーフビーバー周辺地域は、まずメロビング町の横領となったが、9世紀のカロリング町の時代に古田修道院に寄進され、修道院領となった。ビーバータールの住民は修道院に税を納めなければならなかった。その後この地域はエーバーシュタイン貴族家が、 霊園として治めた。これは1458年に古田修道委員長ラインハルトがヘルマン・エイバーシュタインとフィリップ・エイバーシュタインに宛てた書状からわかる。現在の豊フビーバーにあたる地域の中世から近世までの住民たちは当時の典型的な封建制度に組み込まれていた。彼らは農民生活を送り、地主貴族に税を納め、 不益を提供した。村の高台にあるビーバーシュタイン城は住民にとって、労働を課され、税を運び込まなければならない重荷であった。古田市協領全域、あるいは、ヨーロッパ全土がそうであったように、豊富ビーバーでも14世紀末、以降何度もペストが流行した。他の地域と同様に伝染病は人口を大きく、減少させ、経済危機が何度も繰り返された。 15世紀末から16世紀初め頃、国はゆっくりとではあったが回復に向かった。ホーフビーバーでは特に人々が新しい計画に専念したことが分かっている。1500年頃に新しい教会がアルムス村には新しい礼拝堂が建設された。1605年の古田市協領におけるトルコ税増税のための住民リストは、著しい人口増加を証明している。 この頃、魔女家系の世界記録保持者、バルタザールヌスがビーバーシュタイン城のセントグラーフとなっていた。30年戦争は新たな苦しみと人口減少をもたらした。ドイツの多くの地域と同様に、ホーフビーバーでも行軍する兵士により破壊と略奪が行われた。この地域の集落が完全に廃村となることはなかったが、 いくつかの農場がしばしば焼き払われた。収穫に対する被害が飢餓の結末につながることも珍しくはなく、人口は急速に減少していった。資料によれば、当時アムトビーバーシュタインには62の農場があったが、1649年に稼働していたのは15農場であった。この頃から人口はゆっくりと回復していった。1802年。 1803年の世俗化により、古田市教領の歴史も集結した。この地域はまず、オラニエコー・ビルヘルム5世のものとなり、ついで息子のフリードリヒ・ビルヘルム1世へ引き継がれた。フリードリヒ・ビルヘルムは1806年に、ナポレオンの庇護下で新たに結成されたライン同盟に加盟することを望まなかったため、 ホーフビーバーやその周辺集落を含むかつての政界、両方古出し協領はフランス直轄下に置かれた。この頃、この国の住民は大変に不幸な状態にあった。ホーフビーバーの司祭ヨーゼフ・アントン・シュミットは、クロニック・アオス・ホフビーバー・アンファ・ウンド・ミット1788に以下のように記している。この年も、その後の年も、 フルダの両方は良くない状況にあった。上官内の町度は運び出され、大砲がビーバーシュタインに向かって移動し、建物や土地が売り払われ、人々は行軍する軍隊の宿営に耐え、特別な軍勢を治め、戦闘を行い、し草、藁、オート麦を供出しなければならなかった。多くの人が貧しくなり、子供は兵士としてプロイセンやロシア軍との戦場に駆り出された。 A, スパースホフビーバー1093から2003、P75 しかし特筆すべき良いこともあった。1808年にナポレオンが濃度性を廃止したため、ホーフビーバーの地域でも数多くの農民が不益や課税から解放され、農場に固有の名前を付けることもできるようになった。ライプツヒの戦いはホーフビーバーをナポレオンから解放しただけではなかった。 ナポレオンは1813年10月16から19日にライプツヒ近郊で敗れた後、その軍勢へと共に退却した。兵士の軍は10月27日から29日に古田近郊やホーフビーバー地域、より詳しくはトライスバッハ付近を通った。この退却業は、例えば追撃を阻止するために焼き払われたブットラー村の例が示しているように、 平安なものではなかった。こうした処置がほとんど無益であったことは、オーストリア皇帝フランツ一世がわずか2日後の10月31日には、すでに古田に到着したことが示している。諸国民の戦いとナポレオン追撃のおきみやげが、チフスの一種の伝染病であった。この伝染病で、多くの人が亡くなった。ナポレオンに対する勝利が、新たに強化された。 支配層にかに重要であったかは、毎年10月18日に諸国民の戦いを記念して、教会で祝祭的なミサソレムニスト手でウムを挙行するよう通達したことにも現れている。しかし、シュミット司祭によれば、この通達が実行されたのは7年間だけであった。ウィーン会議と1814年、1815年のドイツ連邦成立に伴い、 ホーフビーバーの町域全体が古田大公国と共にプロイセンに併合された。しかしそのわずか1年後にプロイセンはヘッセン選定公領のライン側周辺地域と領土の交換を行った。こうした政治的変化にもかかわらず、この地域の住民にとって日常生活は何の変わりもなかった。彼らの興味はそれまでと 同じく、収穫のことであった。例えば、1816年は、降水量が多すぎ不作であった。結局、飢餓と貧困がはびこった。この年には、穀物やジャガイモが高騰し、その後数年は今度は低価格のために、農民は苦しんだ。1830年代にはこの地域のために、多くのインフラ整備が行われたが、追加の道路工事に人々は、 嘆きの声を上げた。ローマ教皇ピウス7世の教皇直書プロビダ・ソラースクと、レオ12世の大直書アドド・ー・ミー・ニー・チョグレギス、カストーディアムによって新たに、司教区が設けられた。1829年に創設された古田司教区は、ヘッセン選定校領を管轄し、従って、現在のホーフ・ビーバーの教域もこれに含まれた。 レー地方の田舎暮らしの貧しさから逃れるため、1834年からホーフビーバー周辺地域の人々も来た、アメリカに向けて移住していった。レー地方でもゆっくりとではあるが開発が始まった。例えば、1830年代以末にホーフビーバーを通る運河が開通し、1843年にランゲンビーバーに学校が設けられた。それにもかかわらず、 この世紀の中頃のビーバータールの人々は、飢えと貧困、そして時には生き延びるための闘争が日常であった。シュミット司祭は以下のように記している。私は、教区民に貧困の中でも助け合う慈悲と寛大を説いた。そして、良い見本を示そうとする私の意志を、神は強めてくださった。飢えた人の群れは大きく、しばしばついたち300人、時にはそれ以上に達した。 A, スパースホフビバー1093から 2003P931848 年3月革命によって引き起こされた混乱もこの街を無傷のままにはしておかなかった。特に統一と自由をめぐる戦いが失敗した後、両首がその領土で再び抑圧と近地産宣言を振るう際、 町は大量の兵士の宿営に耐えなければならなかった。シュミット司祭によれば、そうした嫌がらせをする人々は、時に2000人近くになった。ホーフビーバーの19世紀後半に関する、歴史上の記録はごくわずかである。この町の18世紀から19世紀の歴史に関する、短いが重要な証拠であるホーフビーバーの、司祭ヨーゼフ・アントン・シュミットによる、 クロニックアオス・ホフビバー・アンファウンド・ミット1788は、彼が亡くなった1851年で終わっており、その続きはない。19世紀や20世紀の町の生活に関する、その他の資料は極めてまばらで、郷土視野による体系化が望まれる。1914年から1932年、ドイツ全土がそうであったように、ホフビーバー町域の村も、 数多くの戦死者や戦争による障害者に嘆き悲しんだ。様々な集落の多くの記念プレートが追悼するために第一次世界大戦や第二次世界大戦の死者をリスト化している。それでも1945年を除けば実際の戦闘が故郷に及ばなかっただけこの地域の人々はまだ幸運であった。数多くの息子や父親が 前線に投入されたため、女性たちにとっても生活が根本から変化したが、それでも農作業によって日常生活を続けることができた。1882年に設立されたホーフビーバーの養蜂協会の年代記に会長のフランツク・クサ・バーベックが寄贈した第一次世界大戦に関する短い文章が掲載されている。 世界大戦が起こった、その驚きとともに、養蜂家と教会に不幸が訪れた。多くの養蜂家が軍に召集され、砂糖の配給やあまりに高い価格のために、多くの住民は蜂蜜から目を背けた。こうした事態は、養蜂家の数を減らしただけでなく、教会の会員数や養蜂に対する興味までをも、失わせた。それでも、養蜂教会は戦争中も存続した。 1882年に創設された歌唱クラブは、第一次世界大戦中その活動を完全に停止しなければならなかった。こうした全般的に困難な状況にありながら、まさにこの頃に、町医者のゾイバーとの家族が住む家に、上水道の供給があったことは一層奇妙なことで、ある。さらに、第一次世界大戦後の1918、1919年の、 革命時にホーフビーバーで起こったことに関する報告はこれまで公開されていない。しかし、ドイツが民主主義をモデルとした共和国となるのか、レーテシステムにならうべきかという問題が、この農業地域ではそれほど熱い論争にならなかったで、あろうことは推測できる。その代わりホーフビーバーでは1919 19年にスポーツクラブが設立された。論争の原因の多くは、 おそらく、1923年に起こったインフレーションと、それにより4年前に設立されたばかりのスポーツクラブの運営が、機能停止に陥ったことによるものであった。養蜂協会の年代期に、はじめ1ポンド5000マルクだった蜂蜜が、購入するために、電電マルクに両替した後は1兆マルクになったと、詳しく記述していることは決して偶然ではない。 バイマル共和制が保持されるにつれ、自治体の興味は害して経済状況に焦点が当てられるようになっていったように思われる。養蜂協会の報告に戻ると、1929年の世界恐慌の始まり以降の協会活動が完全に停止する可能性があった辛い時期が強調されている。1928年7月1日の ホーフビーバー戦士クラブの射撃部門の結成が深い落胆の現れであったのか、それとも将来ベルサイユ条約の屈辱をすすぐという願望の表現であったのかは明らかでない。1933年から1945年まで全ての人が共有する変化は1933年に訪れた。国家社会主義が政治の舞台を支配し、 その統制思想が人里離れた霊ン山地の村にまで影響を及ぼすようになった。特に農業に高い価値を認めるというイデオロギーに支えられ、霊ン地方の町村が新しい変化に着目したことは驚くに当たらない。その証拠は、やはり洋蜂協会の年代記で、その後は協会長はおらず、協会指導者が存在したと記している。これは、ここにも、 いわゆる指導者原理が適用されたことを示している。スポーツクラブでも同様に1934年の代表選挙から指導者原理が導入されたとされている。しかしこれだけではなく、洋蜂協会では協会規約全体が国家社会主義的な思考に改変された。会員数が明らかに増加したことは特筆、注目に値する。 養蜂協会はそれまでよりも多くの集会を開かなければならなかったが、それは上手な蜂の飼育法や繁殖法に関する講演を増やすことが収穫量を増やすという上位の目標のために必要なことだと考えられた。さらに新たな技術装置が導入された。第一次世界大戦中協会は、党の配給性と高騰により苦しめられたが、 第二次世界大戦中に、養蜂家は国家社会主義政権によって格安の党を割り当てられる特権を得ていた。一方で彼らには、その見返りとして、蜂蜜と蜜楼の強制的な納入が義務、続けられていた。この教会は第二次世界大戦中ほとんど制限のない状態で存在していた。他のクラブ、例えば1938年に強制的、 同一化されたドイツ歌唱連盟に加盟した歌唱クラブやスポーツクラブは1939年から1945年までその活動を休止した。国家社会主義の時代にユダヤ人に対する何かが間違っているということに気づいたこの地域の人はわずかであった。いつからかユダヤ人の家畜商人が来なくなったんだと今も老人たちは語るが、 多くの人はそれすら気づかなかった。戦争についてはより明らかに気づいた。一つには父親と息子が前線に再び戻り、女性たちは残された仕事をしばしば一人で行わなければならなかった。もう一つは、今度は戦闘行為が村の近くまで脅かしたことであった。 1943年の精霊降臨祭に約2 5トル離れたバッサークッペが爆撃され、ホーフビーバーにも何発か投下され、偶然居合わせたホーフビーバー住民何人かが負傷した。1943年10月22日のカッセル爆撃の際、ホーフビーバーからも地獄の効果が見えた。1 5トル離れたフルダイの1944年9月と12月の 爆撃では数百人が死亡したが、その中には、ホーフビーバーの住民も数名含まれていた。1945年2月9日、弾薬庫があると推測されたバイアースホーフが、連合軍の爆撃目標となった際には、8つの大きな爆撃クレーターと破壊された大きな貯水タンクがこの町の住民の生命の危険を証明した。 ホーフビーバーの国民学校教師ジッペルはこの時のことを学校の年代記に以下のように記している戦争の終わりがますます明確になった。1945年3月22日の古田への空爆の際、ホーフビーバーの懲域は敵軍の焼中にあることが明らかとなった。西方軍総司令官。 アルベルト・ケッセルリングも、その隠れ場所であったミルゼブルクトンネルが爆撃されて、ことで、この事実を認識せざるを得なかった。ケッセルリングはこの地域を放棄し、住民にとっては幸いなことに、アメリカ軍が侵攻する前に東に向かって退却した。戦争最終盤には、言葉で表せないほどの避難民の群れや、敗走する、 国防軍部隊がこの町を通っていった。しかしそれとは異なる人たちもあった。教師ジッペルは元戦争捕虜たちは職場を離れ、恩恵な小さなグループとなって西に向かっていったと記した手記を公開している。アメリカ軍はその後4月1日にこの町の町域に入った。彼らは住民が家を開けることを余儀なくされた家のいくつかに数日間滞在し、 封鎖がなされた。軍隊は数日後に東に向かって進軍していった。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年12月31日に、それまで独立した町村であったアルムス、ダンツビーゼン、エルタース、クラインザッセン、ランゲンビーバー、ニーダービーバー、レーダーグルントエーゲルメス、トライスバッハ、ビーゼン、ビトンゲス及びデルムバッハアンデアミルゼブルクの、 ランゲンベルク地区が合併した。1972年8月1日に、州法に従いヒュンフェルト軍からマーレルツ、オーバーグルーベン、オーバーニュスと、シュバルツバッハがこの町に編入された。1989年12月30日、ホーフビーバーにおいても、DDR との国境が解放された。ゴッドハルツと、欠点との間に、 小さな国境通過所が設けられ、好奇心から、教会の両側の人々に利用された。当然、東ドイツ側からの人々の方が、逆側からよりも多かった。ほとんどの人々は、ホーフビーバー町内の村落には短い間しか、滞在せず、むしろ、古出しで買い物できるということが、DDR の住民を引きつけたのであった。 1990年の公式なドイツ再統一以降ひっきりなしに町内を通ってフルガグニフランクフルトの触媒行き来するトラバントの姿にホーフビーバーの住民はすぐに慣れていった。かつてのいわゆる国境地域の町は一よにしてドイツの中心に位置することとなった。しかしその立地はこれまでのところ利点となっておらず通過地点のままとなっている。ホーフビーバーの町議会は 31人の議員で構成されている。マルクス・レーダーは2018年6月の町長選挙で唯一の立候補者として91.6%の支持票を得て再選された。彼は2012年7月に4人の対抗馬に対して第1回投票で54.4%の票を得て新町長に選出された。文章は 銀字に16枚の葉と向かって、右側に枝が折られた跡がある部など木が描かれており、木の向かって右側に黒い十字架が配されている。この文章には、以下の意味がある村の文化は本来の種族が衰退し、これに代わって多くのクラブが代表となっている。多くの村落の景観も、ホーフビーバーの主流のように古い木組建築が取り壊され、 古い街並みが失われつつある。ホーフビーバーの制御ク協会、クラインザス線芸術ステーションホーフビーバー及びその周辺には数百キロメートルの自転車道と全長175キロメートルの標識のある遊歩道が設けられている。この街の面積は約90平方キロメートルで人口は約6000人である。ホーフビーバーは何 世紀も前から農業で生計を立てていた。現在農業生産や生活空間としての機能はその重要性を大きく失った。専業農家はわずかな数しかなく多くはいわゆる休日農家である。ホーフビーバーは資金力の面では古田郡で最も貧しい自治体の一つである。このため町は レジャー地域開発に尽力した。ホーフビーバーはやがて、ルフトクアオルトに指定され、シュバルツバフハ地区は、西洋地として知られている。ホーフビーバーゴルフ場、ルートビヒボルカーハウスレーン産地ミルゼブルクの麓クラインザスンの、ルートビヒボルカーハウスは、古田市教区カトリック青年連合の青年教育、レジャー施設である。古田の聖ミハイル青年作業会、 EV が運営している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。